こんばんは、宮沢です。今日もキルケゴールの死に至る病のお話の続きをしていきたいと思います。前回はですね、年を取るごとに人間は持ち合わせていたわずかばかりの熱情や感情や想像力、わずかばかりの内面性を失うというお話をしました。人間というのは年取るごとに失うものが多いんですね。で、年取ってからの絶望っていうのは無精神性の絶望だと、俗物としての絶望だということなんですね。で、青年の絶望っていうのは何なのかっていうことなんですけども、自分の未来に対する絶望ですね。一番分かりやすいことで言えば、何か夢を抱いていて叶わなかった時、サッカー選手になりたかったけど才能がなかったとか、怪我したとかですね、志望校に落ちたとかですね、いろんな大好きな男性女性にキモいとか言われたとかですね、告白したら振られたとか、そういうのですね、挫折っていうか、絶望ですね。それが青少年の絶望です。で、中高年の絶望っていうのは俗物になることですね。無精神性。もう何に対しても絶望を抱かない絶望ですね。ということになります。それはどっちも大して変わりがないと、キルケゴールは言ってます。今日は続きを読んでいきます。97ページ。人間が年とともに最も陳腐な種類の絶望の中に落ち込むということが、必ずしもそう限ったことではないとしても、だからといって絶望はただ青年期にのみ固有なものだという帰結はそこから出てこない。もし人間が実際に年とともに発展して、自分の自己について本質的な意識へと成熟してもしていくものとすれば、それとともにより高い形態の絶望の可能性もまた発生してくる。もし彼が年とともに本質的に発展することなく、また彼が全然陳腐な状態の中に落ち込むということもなく、したがって彼がたとえ大人になり、父になり、白髪になっても、ほとんど青年のままの状態にとどまっているとすれば、そして青年の良さの幾分かをもなお保持しているとすれば、彼は青年のように地上的なるものないし、地上的ななるあるものに対して絶望するという危険にも実にさらされたままでいるのであるということです。年とともに陳腐な種類の絶望に落ち込む。僕が結構この人絶望的だなと思うのは、テレビをぼーっと眺めてる中高年を見るときですね。自分で見てるときは思わないですけど、人がぼーっとテレビ見てる姿見ると、この人は抜け殻ではないかと思う瞬間があるんですね。で、最近チャタレ夫人の恋人を読み直したんですね。で、読書会の課題図書にして、メンバーの方と読んでたんですけど、クリフォードって人が主人公なんですね。で、どういう話か、あらすじ、簡単に言うとですよ。チャタレ夫人の恋人って有名なんですよ。なぜなら、わいせつ図書になってたんで、チャタレ夫人の恋人裁判っていうのがありまして、伊藤正って人が翻訳したんですね。昭和30年ぐらいですかね。そしたらあまりに激しい性描写がありまして、今読むとそんな大したこと、今読んでも結構大したこと書いてあるか、書いてありましたけどね。どこまでが大したもんだって、結構えぐいこと書いてありましたね。そういう裁判になってですね、わいせつ図書だって指定されて、伏せ字のままだったんですね。で、
15、6年前ぐらいに簡訳で出たんですよ。で、新潮文庫で出てるんで、読んだんですけど、まあ、D.H. ロレスっていう人が書いてまして、コンスタンっていう女性が主人公なんですけども、まだ20代後半ぐらいですね。旦那さんと結婚したんですけど、旦那さんが戦争で下半身不随になって帰ってくるんですね。で、もう夫婦の営みはなくなってしまったと。ただ、旦那さんは貴族なんで、地主貴族でですね、炭鉱を持ってるんですね。すごい金持ちなんですよ。で、その親方に住んでいて、親方夫人として一緒に暮らしてるんですね。で、だけど夫婦の営みはないと。で、そのクリフォードっていうのは旦那なんですけど、まあその主人公コニー、コンスタン、まあコニーですね、通称コニーって呼ばれてるんですけど、コニーっていう女性は、まあ、自分の精神が蝕まれていくのを感じるんですね。旦那がその不能になってですね、さらに小説家になるんですね。で、小説家として一応成功するんですけど、なんかもう書いてるものは非常に虚しいと。で、付き合ってる人間も、その旦那の方が階級は上なんですけど、その旦那の付き合ってる友達もなんか好きになれないと。で、一緒にいるとどんどん自分の精神が食い荒らされてるのを感じるんですね。なんていうんですかね、ちょっとモラハラ夫なんですよ。で、なぜモラハラ夫なのかって、これ階級制の問題として書かれてるんですね。もうずっと支配階級にいるんで、もう考え方が人間を支配する方にしか向かないんですね。で、それと同じように、妻であるコニーも、肉体関係はなくとも精神的に洗脳して操るみたいな人なんですよ。で、それに付き合ってるとすごい自分が虚しくなっていくのを感じてですね、嫌になるって話なんですね。そしたらその自分の地主なんで、森を管理する森に記事がいてですね、記事を密漁されないようにこう森番がいるんですね、メラーズって男は。で、元将校なんですね。インドにもいたことのある、まあ立派な軍人だったんですけど、除隊しての農民みたいなのに戻ってんですね。で、その男は、教養があるんですけど、まあ結婚生活に失敗してですね、まあ、森番になって暮らしてんですね。で、その森番と、不倫関係になってしまうと、ホニーがですね、自分の領地の。で、夜な夜な森の小屋に行って、森番と、不倫するっていう話なんですよ。で、そのクリフォードっていう人が、やっぱりずっとラジオ聞いてんですね。で、本を書いて疲れたら、あとはもう死んだようにラジオを聞いてると、ぼーっとしてると。その姿を見るたびに、コニーはゾッとするんですね。この人はもう何にも抜け殻みたいになってると思って。って書いてあったんですよ。で、そんな話をしたかったんですけど、だから何ですかね。まあ、テレビをぼーっと見てる。今やってるテレビって結構クイズ番組とか多いじゃないですか。なんかその、ちょっとした漢字の問題とかですね。なんか池上彰のニュースの解説とかですね、ぼーっと見てるんですね。まあプロ野球でもいいんですけど、でもなんかまだテレビに向かって物を言ったり怒ったりしながら見てるのはまだいいと思うんですよ。本当に抜け殻みたいになって見てる人いるんですね。もうなんかボケちゃったおじいちゃんみたいな感じで口開けてぼーっと見てる人たまにいるんですけど、それを見る時に、ああ、なんか、これが絶望かって思いますね。なんですかね。無精神性の絶望ってやつですね。何も精神が動いてないんですよ。ただテレビを見てるのかどうかもわかんないですね。もう、ただ時間、暇つぶしに目の前に映ってる映像が受け止めてるだけ。まあ、パチンコとかもそれに近いと思うんですけどね。パチンコの画面ずっと見てるんでしょうね。なんかもう、喋ってんならいいんですよ。パチンコ台に向かって喋ってるとか、出ねえなとか、なんだこれやとか、なんか、
僕パチンコ屋に行ったことないから分かんないですけど、なんか言ってる人はまだいいんですけど、ね、テレビに向かってずっと怒ってるおじさんとはそれはまだいいんですけど、やっぱ口開けてぼーっとしてまばたきもしない状態で見てたら、これやっぱ絶望だと思いますね。僕はそういうの見ると、おい大丈夫かって、戻ってこいって言ってですね、言いたくなっちゃうんですけどね。で、まあそういうのが年を取った絶望だと。で、青年期の絶望っていうのはもうちょっと何ですかね、自分の中の頭の狭い想像力の中で物がうまくいかなくて絶望するって感じですね。まあ、本質的にどっちも一緒だっていうんですね。絶望、この世のことにしかかかりを患ってないっていうことに関しては、どっちも同じ絶望だっていうんですね。キルケゴールは。で、もし人間が実際に年とともに発展して、自分の自己について本質的な意識に成熟していくものならば、もっと高い絶望になっていく可能性もあると。で、高い絶望が何かはこれから説明していくんで、置いときます。こういう絶望、テレビをぼーっと見てるのは絶望だってことは分かってる人もいるんですよ。でも分かってる人の絶望の形態があるんですね。全部意識してる絶望があるんですよ。でも人に言えない悩みを抱えて生きる絶望、まあ、なんですかね、夏目漱石の心の先生みたいな絶望の仕方もあるんですね。まあ、その話はまた後で出てくるんで、まあ、それは置いといて。で、もしですね、仮に、そういうテレビをぼーっと見るような絶望に落ち込むこともなくですね、青年期のまま、老けていくとしたら、青年のような初々しい気持ちのまま、年を取っていくとしたら、その人はいつまでも、地上的なるものないし、地上的なるあるものに関して絶望するという危機にさらされたもののままであると。中学生が好きな女の子に告白して嫌われるのと同じ絶望を、もし40代、50代になっても、同じことやってたとしたら、これもこれで危険なんですね。地上的なあるものに関してっていうのは、まあ地上、まあこの世にいる女性とか、まあ男性でもいいんですけど、そういう人に振られて絶望するとか、なんか一生懸命、結構もう30代以降でなんか資格試験取ろうとして5年10年無駄にしてるとかですね、無駄にしてるって言っちゃいけないか、なんかずっと頑張ってると。で、毎年落ちて絶望してるとかですね。まあいろいろ絶望はあるかもしれないですけど、まあこれも危険になってるんですね。で、次説明していきます。無論、老人の絶望と青年の絶望との間には区別が存在しうる。しかしそれは本質的なものではなく、純粋に偶然的なものに過ぎない。青年は未来的なるものに関して、あたかも未来的現在に関するかのように絶望している。そこには彼が身に引き受けることを欲しないところの、それによって彼は彼自身であることを欲しないところのある未来的なものがある。老人は自分がそこから抜け出すことのできなかった過去的なるものに関して、あたかも過去的現在のように関するかのように絶望している。というのは彼はまだ、過去を全然忘れてしまうことに成功しうるほど絶望したわけではないのだから。この過去とはおそらく彼がそれを本当は懺悔せねばならなかったような何かでさえあろう。だがもし懺悔するとなると、それにはまずもって根本から絶望せねばならぬことになる。徹底的に絶望し抜かなければならぬことになる。そうなれば精神の生活は根底から破れされられることだろう。だがたとえ絶望してるにしても、そこまでは彼は物事を徹底させる気になれない。そこで彼は同じ場所に立ち止まる。そうして時が過ぎていく。彼がさらに絶望的になって忘却の力を借りてその過去を癒すことに成功するのでない限りは。しかし、またこれに成功すれば彼は懺悔者たることの代わりに、自己自身の陰徳者となるということになろう。ところで、そのような青年の絶望とそのような老人の絶望とは本質的に同一のものである。両者のいずれの場合も、その価値の転換、かかる転換によって、自己のうちに遠者の意識が発現し、
絶望がもっと高い段階にまで強められるか、それとも信仰にまで導かれるかという、これかあれかの戦いが始まりうるに至るか、今年にまで至らないのである。これ今読んだとこすごい抽象的に書いてあって、何のことだかさっぱりおそらく分かんないと思うんですよ。で、僕もこれどうやって説明したらいいのかなっていつも考えてるんですけどで、これを考えるときに、まあ、簡単に説明できる方法あるんですよ。で、ただすごいドン引きされると思いますけど、聞いてる人に。僕は日本人であること、自分が日本人であることにだいぶ絶望を感じてるんですよ。その絶望がどういうものかっていうのを、まあ、結構他の音声でも説明してるんですけども、まあ、説明したときにですよ、まあ、結構ご年配の方からもメールいただいて、ああ、なるほど、そういうことなんですかって、おっしゃっていただけることもあるんですね。で、もしかして聞いて嫌な気分になるかもしれないですけど、まあ、これから説明します。青年の絶望と老人の絶望には区別が存在するって言うんですよ。これはどういう区別かって、今の、まあ僕37なんで、今の20代半ばの人が何に絶望してるかと、今のまあ50代以上の人が何に絶望してるか。まあ50代以上ってざっくり言っちゃいけないか。50代の人が絶望してることと70代の絶望、60代、70代の人が絶望してること、80代の絶望してることは違いますからね。まあ、それぞれの年代の絶望はあるんですよ。日本に対する絶望ですよ。で、青年の絶望って何か、僕は明瞭にわかりますよ。まあなんとなく分かってる絶望ですけど、この先未来的現在、未来が暗いってことですね。日本の未来が決して明るくないと。で、僕はまだ景気の良かった頃の日本を知ってるんで、バブルが弾ける前の子供だったんで、景気がいいっていうのは知ってたんですね。それはなんかもう親父の給料がバンバン上がっていくのをみんなで喜んだとかですね、母親が喜んでたとかですね、そういう単純なことで分かってることがあるんですね。そういうの子供心見てるから、ああ景気がいいんだな日本はって思ってたことがあると。でも一方で今の10代とか景気がいい頃なんて何も知らないわけですね。もう悪くなっていく一方の日本で育ってきたから、どんどん世知辛くなるのは分かってる。そこの意識の差はもうちょっと埋められがたいですね。逆にそのバブルの頃、学生だったような人ですね、たちの、ことは僕もわかんないですよ。だからまあ、ね、自慢話をよくされるんですね。バブルの頃大学時代だった人って、いや君らはかわいそうだと、本当の贅沢を知らんと言ってですね、言われるんですやっぱ。で、ああそうなんですかって、そんな時代もあったんですねって聞いてるしかないんですけど、まあそれはまあ羨ましいとも思わないんですけどね。まあそうですかって感じなんですよ。で、どういうことかっていうとですね、青年の絶望っていうのは未来的なるものに関して、あたかも未来的現在に関することのように絶望すると、もう大体日本がお先真っ暗だっていうのは分かってるんですね。まあ少子化で、少子化の国は経済的に良くならないってもう言われちゃってますけど、まあ人口が減っていくような国は、まあ、その統計的な事実に真実があるのがまあ置いといて、まあそんな雰囲気になってると。で、よく悪くならないかっていうよりも良くなる要素が何もないんですね。まあこれ以上悪くなるかどうかわかんないけども、良くなる要素がないんで希望がないっていうのはあると思いますよ。ってことは未来的現在に関するかのように絶望してる。この先どんなに頑張っても多分一生働いていかなきゃいけないし、おそらくまあ一番の問題、払った年金はもらえないと。会社にしがみついて給料は上がらないし、会社で天引きされてる社会保険も払ってる金でもらえないと。で、まあ会社の規模も縮小してて、上が詰まってるからポストもないと。そういうのは合ってんですね。だから何が分かるかっていうと、
で20代の人だったらだって自分の20年後は今の40代半ばの人のやってること見れば見えちゃうわけですね。でそれを見た時にああなりたくないって自然に思うわけですね。なんか死にそうな顔してる課長とかがいてああなりたくないとかですね、なんかもうやる気のなくなって燃え尽きたような先輩社員を見ててああなりたくないとか思っちゃってると。でその未来的現在にも絶望してるんですね。良くなる要素がないと。でもまあ悪くなるっていうあれもないんですけど、悪くなるっていう確実なデータもないけども良くなるっていうこともちょっと信じらんないと絶望してるんですね。でまあこれは何に絶望してるかって日本の社会に絶望してるんですけどね。日本って国がもう良くなんねえだろうって、斜陽の国だってことですね。これは多分多くの若者がもう思ってますよ。もうなんかこれから日本を盛り上げようって言いはするんですけど、何からやっていいか分かんないと、もうどっから手をつけていいか分かんなくて無力であるっていうのはひしひしと感じると。まあだけど負けちゃいけない、諦めちゃいけないって頑張ると。で頑張ってる中で疲れてくってことですね。疲れてそのうちやっぱテレビをぼーっと見るようになっちゃう。まあ青年特有の絶望を味わうってことですね。挫折するってことですね。頑張っても頑張っても何にもいいことがないと。でなんとか良くなるはずだ良くなるはずだと思って、勤勉実直に頑張ってみても事態は一向に良くならないと。そういうものをまあ大多数の人は若者は感じてると思いますよ。そこに結局あ自分が頑張ってもうまくいかない、あまりに現実に対して無力であるという絶望を感じて、挫折を感じて絶望すると、これが青年の絶望ですね。で老人の絶望っていうのは、老人は自分がそこから抜け出すことのできなかった過去的なるものに関してあたかも過去的現在に関するかのように絶望している。あの時あんなことしなければまだもうちょっとマシだったのにっていうことで絶望してるんですね。ああもしあの時勢い余って会社を辞めてなかったらよかったのに、あもしあの時もうちょっと勉強を頑張ってもうちょっといい大学に行ってたらよかったのにとかですね、ああもしあの時あの最初に好きだったらなんとかちゃんにと結婚してたらとかですね、いろいろああすればよかったこうすればよかった、あああの時チャレンジしてやってみればよかったとかですね、いろんなことを後悔してんですね。で自分が抜け出せなかったんですけど、抜け出せなかったこと過去の出来事に関して、まあ、あたかも現在のことのようにああすればよかったこうすればよかった、あああの時保険にちゃんと入ってればよかったとかですね、あああの時ちゃんと健康診断を受けて早めに病気を見つければよかったとか、ああの時、奥さんや旦那と仲良くして、なんとかやり直せばよかったとかですね、ああの時子供を大切にしてあげれば、子供もとの関係も悪くなんなかったとか、なんかいろいろあると思うんですよ人によって。でまあ過去的なものに対してまるで現在起こったかのように絶望すると、これが老人の絶望なんですね。青年の絶望っていうのは挫折から来るんですけど、老人の絶望っていうのは後悔から来てるわけですね。で過去を全く忘れることに成功するほど絶望していたわけじゃないんで、この過去とはおそらく彼がそれを本当に懺悔しなければならなかった何かでさえもあろうと、なんとなく自分が見ないふりしてきたことに関してたまに後悔してるってことですね。もしあの時一発上司を殴んなかったらもうちょっと出世してたとか、まあ殴るってことないでしょうけど、まあ、上司に批判的な態度を取らなかったら、あの時余計なこと言って嫌われたから今があるとかですね、いろいろあると思うんですね。まあ会社勤めしてるあると思いますけど、まああるいは親戚に余計なこと言って喧嘩したとかですね、まあ何でもいいんですけど、なんかやんなきゃよかったって思って、でもまだ自分に非はないと思ってるんですね。
で、非はないと思って、あの時自分は正しかったって言い募ってんですよ。後悔してないし、懺悔もしてないんですけど、本当は懺悔しなきゃもうちょっとマシだったかもしれないけど、そうやって思いたくないから自分を正当化すると。そんなこと、でもそれを思い出すと、思い出すほど絶望を感じるような何がですね、そういうことに関して絶望してるって言うんですね。で、もし、だがもし懺悔するとなると、それはまずもって根本から絶望せねばならぬことになる。懺悔するとなると、過去何がやったことに関してですよ。例えば上司のことを批判して、その後冷や飯を食いました。ってことだったら、あの時上司を批判した自分が間違ってましたと。それが10年後、20年後の今、やっぱり間違ってましたって。根本から懺悔しなきゃいけないからですね。じゃあ誰に懺悔するんだって言って、もうその人が退職してたりすりゃ懺悔のしようもないし、まああるいはさ、会社の社長まで出世してたら、そこに向かってすみません社長、僕が10年前あなたに対して批判したこと間違ってましたって懺悔しても、もう後悔先に立たずなんですね。で、それに対しては根本から絶望しなきゃいけなくなるってことですよ。ってことは、その時に上司を批判した自分の考え方が間違ってたと、生活態度もおかしかったと、生意気だったと、自己否定になっちゃうんですね。で、自己否定ってことは、もう自分に対して間違ってたってことを認めるのは、本当に絶望的なわけですよ。で、そうなると徹底的に絶望しなきゃいけないことなんですね。自分のやったことが間違ってましたって認めるのは誰しも嫌なわけですよ。だって徹底的に絶望することになるから。で、だから絶望してるとしても、過去に起こったことを現在振り返ってみてですよ、いやでもあの時そんなに間違ってなかった気がするって言ってですね、同じ場所にとどまるんですね。物事を徹底させて、いやあの時本当に自分が悪かった、結果分かってると、10年後見てみたらやっぱ間違ってるんだから、ここは謙虚に徹底して反省して絶望しようと。で、絶望して自分が悪かったと。で、それによって忘却の力を借りてその過去を癒そうと。そうしない限りは、無理だと。でもそれに成功して忘却できたとしたら、その人は懺悔者たることの代わりに自己自身の隠匿者となると。全般的にもう今までの人生否定しなきゃならないわけですね。で、結構ないい年になってですよ、まあ40代、まあでも30代からそうか、まあ、僕ももう自分の人生反省しなきゃいけないんですけどね、まあ、そこまで徹底できるあれもないんですけど、30代以降でですよ、自分が本当やっぱ20代の頃思い上がってて間違ってましたと、全般的にもうその頃間違ってたんで、今もうやり直しも効かないし、徹底的に絶望しますと。で、そうなると彼は懺悔する後には隠匿者になるということは、もうその絶望をもうずっと間違ってたと、もう生まれてすいませんでしたぐらいの感じなんですね。で、それに対してもう誰にも言い訳もせず、胸に秘めて生きていくことなんですね。絶望を抱きしめて。それが自己自身の隠匿者になるってことですね。自己懺悔する、自分が間違ってたことを懺悔したと、自分自身の隠匿者になると。自分の絶望を自分で隠し持ってずっと生きて、口をすぐんで生きていくしかなくなるということになります。で、ところだ、そのような青年の絶望と老人の絶望は本質的に同一のものであると。両者のいずれの場合もその形態にまで至らないっていうんですね。青年の絶望も、まあ将来もう日本が絶望的だと認めたくないけど、これ以上悪くなるとは言えないけど、でも何をやっても良くならないっていう絶望ですね。だから結局その場に立ち止まるんですね。もう考えないんですよ、先のことは。でも先のことに考えれば絶望するんで、徹底的に絶望させて、もうこのどうしようもない日本を生き抜いていくっていうことで覚悟を決めて、黙って静かに生きていく隠匿者になることもでなかなかできないですよ。逆にその老人の場合も
もう自分が今まで間違ってきたってことを認めて、それに関して口をすぐって生きていくってこともできないですね。だから結局本質的に同一だって言うんですね、この絶望が。で、これが信仰にまで導かれるか、導かれる戦いに至るまでいかなければ、もうどっちも同じだと。いずれの場合も本質的に同じだということですね。で、ここ今聞いてよくわかんないって思うと思うんですね。で、これどういうことかって言うとですね、なんだろうな。僕は今の安倍首相が戦後レジームの脱却だっていうことは、絶望的だと思いますよ。なぜかって言うとですね、まあ、安倍首相がやってることはいいと思う人はいいと思ってもらってもいいんですけど、まあ僕も、いいと思う人はなぜいいと思うのかよく考えてほしいと思うんですね。で、どういうことかっていうと、もう反省はしませんって言ってですね、今になって。で、もう戦後70年の談話でもう侵略戦争しました、すいませんでしたってことは入れなくていいでしょう、思ってるだけでいいでしょうってことも、なんか国会の答弁で、言ってて、それに対してまあ中国、韓国がまたギャギャ騒ぐわけですね。で、お詫びの一言を入れるか入れないか、この8月で分かると思うんですけど、これ、もう、70年も前にやったことだから、もういいでしょうって言った立場、分からんではもうないですよ。でも、そこに立ち止まるとですね、これは老人の絶望と一緒なんですね。徹底的な反省をしてないと。徹底的に絶望しなければいけない。本当はですよ。それはどういう、負けたってこと自体を忘れようって話になってくるんですね。で、なぜ戦争に負けたのかっていうことを、もうすでに問わなくなってきてるということなんですよ。で、それは、二つの問題があると思うんですね。もう戦争はもう70年戦後経ってるし、もう散々お詫びしてきて、心の中でもお詫びしてるんで、もう公式な発言としてお詫びはしませんということは、まあわかる。僕がもしですよ、まあもし、70年前に誰かにひどいことをしてですね、まあずっと謝ってたとしますよ。で、謝っててもう70年経ったんで、もういい加減もう僕も言う必要ないと思いますと。まあいいや、70年前に誰か子供を跳ねたとしますよ、車で。それと同じ話にしちゃいけないかもしれないですけど、わかりやすく例えますよ。で、その跳ねた家の親がですよ、親っていうかその人のお墓なり仏壇なりに毎回手を合わせてきたと。で、服役も終えてその後も手を合わせてですね、仏壇に、その人の命日にはですよ、ずっとお詫びしてきたと。でももう70年経ちましたと。あの事故からもういいでしょうと、僕ももうおじいさんになってしまったんで、もう来年からはもうお仏壇に手も合わせませんし、その子だって70年生きてたか分かんないんですから、生きてたってもうお詫びに行きません、今回で最後ですと言ったとしますよね。で、そういうこと言ったとしたら、まあその子供が亡くなった家の親戚なり兄弟なりは、まあ、どう思うかってことですね。あ、この人はなんだ、70年っていう区切りでもう墓参りにも仏壇にも手を合わせないと、もう罪は償ったと言ってると。で、十分償ったからもう俺は悪くないと言ってると。あ、そういうものなのかと。なんか納得はもしかしたら、なんていうか分かんないですよ。いや、一生かけて償ってくださいよって言うかもしれないですね。反省しててください、生きてる限り。でも個人のことですからね。まあ、国家の話と一緒にしちゃいけないですけど。もう忘れたんですか、あなた。70年で区切りをつけたいって、何の区切りですか、それはって。いうことを遺族の人は言うかもしれないですよ。ということですね。ということはどういうことかということは、徹底的に絶望し抜いてないってことですね。で、徹底的に絶望すると精神の生活は根底から破れ去るんですね。だから70年間ずっと絶望して、
徹底的に絶望すると、人間は陰徳者にならざるを得ないって言うんですね。でも、それが嫌だってなると、いや、もう、謝りませんと。宣言して、やめますと。言わなきゃいけないですね。で、言ってしまうってことはですね、これもう、心の問題、信仰の問題とかも何もなくなっちゃうんですよ。懺悔も途中でやめてるし、根本からも絶望してないってことは分かっちゃうんですね。どういうことかって言って、無精神性になってて、テレビぼーっと見てるのと同じ状態になっちゃうんですね。昔やったけども、もう思い出しませんと。十分償いましたと。急に言ってしまうっていうのは、今までじゃあ謝ってたのは何だったんですかって、あれ嘘だったんですかって急に言われちゃうわけですね。あなたはまだ絶望の度合いが少ないんじゃないですかってなっちゃうと、そういう問題だと僕は思うんですね。で、その一方で、日本の場合ですよ、まあ、戦争に負けたって事実があるんですね。で、戦争に負けたって事実によって、まあ、サンフランシスコ講和条約というのを結んだわけですけども、まあ、その憲法第9条、戦争も放棄してると、もう二度と戦争はしませんって言って、世界に、憲法で誓ったと、まあ、自分たちが作った憲法じゃないっていうのはありますけども、で、講和条約、詫びも入れて謝って許してもらったっていう事実があるわけですね。で、国際社会に復帰したわけなんですけども、今の日本人であるってことはそこからスタートしてるんですね。で、急に、まあ、もう侵略戦争の詫びはもう去年で終わりです、今年からやりませんとか、10年前で終わりですって言い出したり、あるいはもう憲法9条も70年経ったんで、実態問わないんで、改正したいですと。戦後レジームを脱却したいんですって言い出すとすると、ほら、それ相応の理由がないと、国際社会は受け入れてくんないですよ。じゃあそれは何？一回謝ったのに、そのことを認めないっていうことなんですか？じゃあサンフランシスコ講和条約の時に、頭下げて講和条約結んで飲んだ。まあ、ポツダム宣言も受諾したし、サンフランシスコ講和条約も、結んだと。で、国際社会に復帰したってことを、もう忘れたんですか？散々懺悔してきて、いや、絶望してますと、申し訳ないと、絶望して申し訳ないことしたと思ってますって言ってたのは、やっぱ徹底的に絶望し抜いてないんじゃないんですかってことになっちゃうんですね。で、徹底的に絶望し抜いてないものって言ったら、すさまじい俗物がまた戻ってきちゃうってことですね。ってなると、日本って国はやっぱ俗物でしかないって話になっちゃうんですね。まあ、日本国民、日本国家っていうものはなんか無精神性があると。ずっと懺悔してたっていうのを急にやめますと。で、戦後レジームの脱却ですって急に言い出したと。じゃあ今までと辻褄合わないじゃないですかと。今までも踏まえて新しい日本になるっていうのならいいけど、急に脱却して別のものになりますって言い出したと。憲法9条も改正しますと言うと、なんだ、じゃあ今まで言ってたの嘘じゃねえかと、何の精神性もないことを形だけ謝ってたんじゃねえかって、外国の人はもしかしたら思ってるかもしれないですね。で、僕ら日本国民もですよ。まあ、もう70年も前で、僕らも生まれてもない時の話でガタガタ言われて気に食わねえなっていうのはあると思うんですよ。で、安倍首相にもあるんでしょうね。うるせえなとは。いつまでも謝れ謝れてうるせえなとは。もう十分謝ったやろって、もう謝んねえぞって、内心思ってるとはあると思うんですね。で、まあ一応、まあ心では申し訳ないと思ってるし、
もう戦争はしたくないっていうのは、まあその本音の部分もあるけど、謝れ謝れって言われても困るっていう気持ちもまあもう一方であると。でそれはわかるんですよ。でもそうなっちゃうと結局老人の絶望どういうことかっていうと、もうあるところで懺悔もやめてですね、根本的な絶望もやめると、で無精神性の方に逃げていくと、そういうことになっちゃうんですね。居直って俗物となって生きると。でも忘れられないことあるんですよ。だってもう戦争に負けたって事実は変わらないですね。コテンパンに負けて原爆2発落とされたって事実は変わらないわけですね。それによってアメリカに占領されて、無理やり頭の中に戦後民主主義を植え付けられたとかですね、米軍基地が未だにあるとかですね、いろいろそういう不条理なことを、独立国家と思えないようなことをやられてると、憲法も押し付けだと。で俺はもともと何に由来するかというと負けたからですね、戦争に。じゃあ戦争に負けたのは何故なのかっては反省、侵略戦争だったってお詫びと別に何で負けたのかっていうところも問題になっていくんですけど、そこはもう向き合わなくいいって言うんですね。だってそれはもしかしてですよ、70年前に起こした事故、たまたま疲れてて引いちゃって、何故に疲れてたか、ちょっと過労で疲れてたとか、まあ家で奥さんと喧嘩してむしゃくしゃして車でスピード出したら引いちゃったとか、いろいろ理由はあるかもしれないですけど、でなぜそもそもそんな事故を起こしたのかっていう、そこの原因についてはもう反省しないと。日本においてはなんでそんな戦争に、泥沼の戦争に入っていって、コテンパンに負けるまでそんな国家運営、そんな無責任な国家運営してたのかっていう反省も、いまだに終わってない、総括しきれてないのに、総括しきれてないのに、一方的に戦後レジームの脱却ですって言っていいのかっていう話になっちゃいますね。それはもしかしたら、お年寄りがですよ、まあ、70年前にやった悪いことの犯罪の理由、なぜ自分がその犯罪をやってしまったのかということを反省せずに、もう服役もしたし罪も償ったんで、もうその被害者の、命日にお参りするとかやめますとか言っちゃうのと一緒だってことですね。そうなるともう犯した罪の懺悔もないし、もうそこに反省するのも嫌だと。で、反省すら嫌な気分になると絶望的になるから、もう それにも向かい合わないと。絶望にも向かい合わない。無神聖に逃げ込むと。そういうことになっちゃうわけですね。で、こうなってること自体が日本人の絶望なんですね。日本人であることによってみんながその絶望を引き受けてるっていうのはあるんですよ、実は。で、単に戦争責任の問題とかを言ってるわけじゃなくて、日本人であることの絶望ってのはそこにしかないですよ。戦争で負けたってことですね。これを抱えて生きてると。で、いや、もう昔の人がやった戦争だから、僕には関係ありませんとか、大体そもそもですよ、今70歳、物心ついて、まあ戦争に行ってる人なんで90代にぐらいになっちゃうんで、80代後半から。学徒出陣であってもですよ、もう90歳以上の人だけですよ、本当に戦争に行った時大人だった人なんで。で、それに関して責任ある立場だった人なんか誰もいないわけですよ。もうみんな亡くなっちゃってるから。で、じゃあもう誰が反省するんだって言って、だってもうみんな上の世代が勝手にやったことだから反省する人もねえだろうと。で、それに対して謝れ謝れって言われたって、もうそんな親の代祖父の代にやったことでなんでまだ謝んなきゃいけねえんだって、下の世代はそうなっちゃいますよ。なっちゃうんですけども、国家っていうものを見ればずっと持続してるもんなんで、一人一人の個人はそんな親とか祖父の世代がやった戦争にもう責任はないと言ってもですよ、国家としてはまだ責任があるわけですね。で、国家としてはその戦後70年同じ国家でやってきてるんで、日本国ってことでやってんで、日本国が解体されてどっかアメリカのどっかの州に組み込まれるとかそういう話だったらまだ話は別なんでしょうけど、日本国って昔の名前で出ていますっていう状態ですね。いや、もう反省しませんって言い出すと、
日本国っていうものの運営してる人たち自体がもう反省の能力もないし懺悔もしないって居直ってるっていうふうに見られちゃうんですね。でただドイツとかドイツですね、ドイツは未だに反省してるわけですよ。すごい、でもう二度とやりませんっていうのをずっと詫びを入れてるわけですよ。でそこは一貫して徹底してるわけですね。それはあのナチスドイツがやったことだから関係ありませんなんて言わないわけですよ。ナチスドイツがやったことは今のドイツも責任がありますと。なぜならそういう政治をやってしまった国民性の政治意識のなさがファシズムを政権を作ってしまったと。それによって、ヨーロッパの人々や、ユダヤ人もいっぱい殺したってのありますけど、ヨーロッパ中を戦争に巻き込んで申し訳ないって。いまだに一応謝って、そんなに居直って、いやもう謝りませんなんて言うことないわけですね。そういうことは言わないですよ。ただだから徹底的に絶望し抜いてますと。で なんならまだ懺悔しますと。足りないんなら言ってくださいぐらいの感じだと思うんですね。まあそこまでかどうかわかんないですけど、まあ一つもそのもう謝りませんとか、いやもう昔の話なんで心だけでお詫びしてるでいいでしょってことはドイツは言わないですね。国家としてまだお詫びするべき時にはお詫びすると。まあ戦後のその賠償って意味ではお金の面では別かもしれないけども、その反省してるって部分では未だに言うわけですね。ただ日本はもう反省してるって心の中で思ってればいいじゃないですかっていう形になってきてると。そうなってるとじゃあもともと反省してたのかって問題になってきちゃうと。でここはドイツ人と日本人の違いなんですよ。日本人は無精神性の方に行ってんじゃねえかって、日本人はですよ。ドイツ人からすりゃ、いやもうちょっと反省してんでしょと。本当に反省してんだ、分かってるから、もうちょっと反省しててくださいって、わざわざ3月にメルケルが来てですよ、安倍首相にそういうこと言いに来たんだと思うんですけど、もうちょっと反省した方がいいわよって言ったと思うんですよ。じゃないと、やっぱり許されないわよってことは言ったと思うんですね。で、そこで、いや、戦後レジームからの脱却なんで、もう反省しませんってことを言ってしまうとですね、やっぱそれ無精神性を暴露してると思うんですね、僕は。で、無精神じゃないって、もし今の政府なりなんなりなら思ってるならば、思ってるのをみんな、国民みんなが納得する形で出してくんないと、国民みんなが納得する形で出されても、海外の人が納得する形で出してくれないと、ずっと、いや、やっぱ反省してねえだろ、お前らって言われちゃう、と思うんですね。反省してねえだろ、懺悔もしたのも嘘だろって言われちゃうと、やっぱ立場弱いと思うんですね。ってことは、いや、まだ国家として、まあ、人間であればですよ、絶望しきれない、っていう人間は事故ではないってことなんですね、キルケゴールで言えば。国家で言えば、絶望しきって、懺悔しきって、絶望しきってないところで、いや、日本って国は、やっぱりまだ国家未満のものだと。なんか危ない軍事政権の名残をとどめてるじゃねえかって思われても仕方ないと、僕は思うんですけどね。一貫してずっと反省してますって言い続けないと、勝手に戦後レジーム脱却しましたって、なんか冷やし中華始めましたぐらいの勢いでやってしまうと、いや、まだ本格的な夏はまだだろうと。もうちょっと待てと。言われちゃいますよ。メルケルはそういうことを言いに来たんですよ、おそらく。冷やし中華始めてる場合じゃねえよと。もう2ヶ月待てと。7月中旬からでいいだろうって言ってですね。わかりやすくやそういうことだと思いますけどね。すげえ説明したんだけど分かってもらえたかな。なんかもう一回喋った方が良さそうな気がしましたけど、物事を徹底するってのは難しいんですね。絶望を徹底すると懺悔を徹底して、絶望を徹底していかないと事故になれないって言うんですよ、キルケゴールは。でそこに信仰の問題が出てくるわけですね。懺悔し続けるには信仰がないと神の前に立たなきゃいけないんですよ。だって自分の犯した罪ってものに向かい合わなきゃいけないんですよ。自分が引き受けなきゃいけないんですよ。で、日本人っていうのは、じゃあ、まあ、戦争をやってしまった開始責任とか、
で、戦争の誰が悪かったのかって、まあ、一応その東京裁判で裁かれてはいますけど、裁いた人たちの祀られて、霊霊の祀られている靖国神社にお参りしてること自体がですね、まあ一般人はお参りしてもいいかもしれないですけど、その政府閣僚がお参りしてしまうと、いや日本の国としてずっと懺悔してますとか言ってるのに、なぜ自分たちが戦争責任として処刑された人たちのところが祀られてるところに時の首相がお参りに行くんだって、なぜだと、言ってることとやってることは違うじゃないかって思われちゃうんですね。で、思われてることに関して、その内政の干渉だって言って余計なお世話だと、信教の自由があるだろうって思うんですよ。でも、まあ、個人であればいいんですよ、僕が行く分にはいいんですけど、でも時の国家の代表が行ってしまうと、それはまた話は別だと。だってもう負けを受け入れて詫びを入れた国として未だに持続してて、その代表である人たちが、いや信頼英霊の御霊はにお参りしなきゃって言ってるとなると、これ説明できないですね。まあメルケルがそのナチスヒットラーの墓にも出てですね、いやこれ私は詩人として言ってんですと、あの首相として言ってんじゃありませんって言った時に、いやこいつはナチズムの女なんじゃないかって思われちゃうと思うんですね。それと同じことを、まあそれと東条英機とヒトラーが一緒なのかって問題ありますけど、一緒じゃないですけどね、一緒じゃないにしても、うん、国家の代表としてもう言っていいのかと、言っていいのかというか、反省してないんじゃないかと、国自体が反省してないんじゃないかと、もう一回二つに分かれるかと、東ドイツと西ドイツにってなっちゃうと思うんですね。日本もそうなってんですね。で、それでもいいじゃねえかって開き直るとなると、開き直る分にはいい、個人で開き直る分にはいいんですけど、国家として開き直るとですね、これ国際問題になっちゃうんですね。で、なってんですよけど、なってんですよ、今なってる状態なんですね。で、絶望は足りないんですよ。だから国家としての統一感もないから、何なんだって話になっちゃうんですね。で、近代国家なのかって話になっちゃうんですね。今度は言ってることコロコロ変わって、そうなりゃやっぱちょっと具合悪いと思うんですけどね。まあちょっと説明が分かりづらかったかもしれないですけど、まあ僕はこの青年の絶望と老人の絶望っていうのをそういうふうに説明しないと分かんないと思うんですよ。まあもう一度最後におさらいしますけど、青年は未来に絶望するんですよ。で、老人は過去に起こったことに抜け出すことのできなかった過去に絶望してるんですね。で、青年、まあ、本当に最後にもう一回おさらいでくどいんですけど、言いますけども、今の日本の戦争を知らない世代ですよ。もう70以上なんかみんな知らないですから。この人たちは未来に絶望してるんですよ。日本がこれからどうなっちゃうんだろうと。もう、なんというか衰退国家になってるっていう絶望感があるわけですね。それが一つですよ。で、もしですよ、30年前に時間を遡らせてですよ、まだ戦争に行った世代が生きてたと、70、60、70で生きてた時代思い出すとすると、あの老人たちが30年前戦争に行ったことある人たちは何を思ってたかっていうと、なんで戦争やっちゃったんだろうと、負けちゃったし、負けてお天パンな目にあったと。その後経済復興はしたけど、近代国家じゃないわけですね。再軍備も変な、自衛隊って変だってことないですけど、ね、自衛権しかないし、アメリカの軍の基地はあるし、まあなんだ、近代その戦前の近代国家とはまた別の国家になって生き延びてると、押し付け憲法の中で生かされてると。で、抜け出すことのできなかった過去に絶望してたんですね。戦争に負けてしまったということに関してすごい絶望してたと思うんですね。
戦争に行ってた世代ですよ。体験してた世代は、成人として戦争を体験してた30年前の60代70代の人は負け戦をやってしまったと、これはもう取り返しのつかない負け方をしたということに対して絶望してたんですね。そういう老人がいたと。でそういう老人が死んでしまったら、今度はもう衰退国家に生きてる私たちの絶望しかないわけですね。そうなると今度じゃあ未来を変えるために戦後レジムの脱却だって言って掲げると、 なんとか衰退、日本の衰退をとどめようと。それは国家として弱いからだから、もう謝罪もやめて新しい新生日本で9条も変えて国防軍も作ってですね、ちゃんとした近代国家になろうと。安倍首相はそう思ってそういうことやってると思うんですよ。でそれはいいんですけど、そうなると30年前の老人が思ってた日本が負けてしまったことに対する絶望、抜け出られなかった絶望の方の処理は終わってないわけですね。なんであんな負け戦やってこんな根本的におかしな敗戦後の国づくりをさせられてしまってんだと。でそこを突き詰めて考えると本当に絶望せざるを得ないから、そこをごまかして経済的な繁栄を味わってたわけですね。まあ少なくともバブルの、まあ、89年ぐらいまでですよ。その頃はもうみんながみんな俗物になって忘れようとしてたと。でも抜け出せない覚悟があったと。本当はそこに対して徹底的に絶望してですね、どうしようもない国だと思ってですね、なんとかしなきゃいけないと思って、もうそういうことを思ってた人もいると思うんですよ。自分自身に対する陰徳者になってた人ですね。戦争で負けたことも一つにも口に出せない人、まあなんか軍人の人とかでいますけどね、その、今村仁っていう人ですかね。まあ結局インドネシアから帰ってきて、なんか自宅の前に3畳ぐらいの小屋を作ってそこにずっといた、陸軍の将校の人とかいるわけですね。そうやって反省してた人もいるんですね。絶望的な状態で生きて反省してた人もいるんですけども、そうじゃなくてもうそれ以上考えないと、物事徹底させないで俗物の中で生きた人もいると。でもその人たちですらやっぱり負けたってこと自体から抜け出せないから、そこには向かい合いたくなかったと。それはなんていうか、もう子供を引いてしまったって事実は忘れられないとかと一緒ですよ。上司を殴ってしまって冷や飯を食ったとか、それと同じで、思い出せば、キュッとなるような、気持ちがキュッとなるような失敗をしてると、そういう絶望があったわけですね。でもそっちの方はもうみんな感じる人は死んじゃったわけで、そうなると今度未来に対する絶望しかなくなったわけだと。で未来に対する絶望が出てきたら、今度は変身願望が出てくるんですね。自分が全く新しい人間になりたいっていう欲望が出てきたと。それが戦後レジームの脱却ですね。で整形すればもう一回国際社会で綺麗になれるんじゃないかって言って思ってんのと一緒ですよ。だから、なんか全く別の日本になりたいですぐらいの勢いでですね、言ってる若者と変わらないわけですね。いやもう昔のことは忘れましたと。もうおじいさんたちがやったんで知りませんと。私はもう別の人格になりたいんです。国家としても日本国、もう一回大日本帝国パート2になりたいんですぐらいの感じで、変身しちゃってるわけですね。でも他の国から見ればいきなりこいつコスプレして、また軍事的なコスプレをやり始めたぞってなると、こいつ本当のバカだなと、全く別の人間になりたいと願ってるバカだぞって思われちゃうわけですね。ってなると、じゃあ今までの日本人ってのは全く上着だけだと、上っ面だけだと。この前までくまモンだったのに今日はふなっしーだとかですね、着ぐるみに変えてるだけじゃねえかって話になってくるんですね。で中の人はとんでもねえバカだぞって話になってきちゃってると。でコスプレだけの外面性だけで国民が成り立ってる変な国だって、変な国って変な国家だってことになっちゃうわけですね。そうやって見られちゃうんですね。ということだと思うんですけどね。まあ、皆さんはどう思われますかね。まあ、僕の結論から言えば、もうコスプレして別のものになりたいんですよ。日本って国は。じゃあ、
その行き着く果てが何なんだっていうことは考えた方がいいと思うんですけど、コスプレして別のものになって車に轢かれるっていう感じですね。またもう一回くだらない戦争をやるってことになっちゃいますよ。でやったけど当事者意識がない戦争をやってしまうと、そうなると日本って国自体がどっかの完全にどっかのに占領されてもうなくなっちゃうとか、そこまで行く可能性もあるかもしれないですね。このまま行くとですね、僕はそんな気はしますけどね。僕が生きてる間にそうなるかは分かんないですけど、そのぐらいの話ですね。もう何ていうんですかね、言ってみりゃもう整形しすぎてもう顔、自分の元の顔が何だか分かんなくなっちゃってですね、死んでしまう、パタッと死んでしまうみたいな感じですね。男だか女だかも分かんなくなっちゃうからですね、もうなんかもう性別も変えましたみたいなですね。この前まで女でしたけど男になってみたけど、もう一回ちょっと中性っぽく戻しましたみたいな、もういろいろなことやりだしちゃうと、あらゆる整形をやり尽くしてですねしまうと、挙句の果てはもう国家ですらありえないと、事故ですらない 何かだったっていうことになっちゃうと思いますけどね。ということでした。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。